皆さんこんにちは、今回のテーマはテオドール・ジェリコです。それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回の主役はテオドール・ジェリコ、1791年生まれの画家です。で、彼はですね、若くして30代で亡くなった画家なんですけれども、生と死に関心を持っておりまして、そしてね、馬がとても大好きな人でした。で、生まれたのはね、ルーアンという、フランス北部の都市です。で、ここにはですね、ゴシック様式の建築であるですね、ルーアン大聖堂というね、建物がありまして、これはね、クロード・モネ、印象派の画家ですね、が繰り返し描いたことでも知られております。で、ジェリコー自身はですね、小さい時に一家でパリに移住をしておりまして、主にパリで育ちました。で、そこではですね、新古典主義の画家たちから、絵の、ね、指導を受けるということがあったんですが、実際のところジェリコー自身はですね、あまりそれに満足できなかったようでして、自分でね、ルーブル美術館に行ったりして、そこでティッツァーノや、ね、ルベンスといった、ね、画家の作品を見て、学ぶということをしていたようです。で、画家としての才能がやはりあったようでして、20歳そこそこでですね、サロン国による展覧会でね、フランスでは当時最も権威がある展覧会だったんですが、そこで金賞を取っております。そして1819年に彼の代表作の一つでありますメデューズ号のいかだを発表しています。で、これがその作品なんですね。で、ちょっと偶然人が映り込んじゃってるんですけど、彼のおかげでですね、この絵の大きさっていうものが実感していただけるのではないかと思います。で、ここにね、大きさをセンチメートルで描いてみたんですけれども、縦がね、491センチで、横が716センチということで、まあね、これ相当大きい部屋の大きさみたいなね、絵画であるっていうことがお分かりいただけるのではないかと思います。で、この作品はですね、色調がちょっと暗めでバロック的なね、雰囲気がかなり強いものなんですけれども、内容に関してはですね、実はほぼ最新の情報ですねが反映されたものとなっておりまして、で、それはですね、この絵が完成するわずか3年前に起きた海難事故、あるいはね、これ事件と言ってもいいんですが、を表現したものなんですね。で、それはどういう事件だったのかと言いますと、これはですね、セネガルという当時フランスが進出していたアフリカ大陸西部にある国なんですが、そこにですね、向かう軍艦が座礁したというものなんですね。で、救命ボートはあったんですが、そこに乗れた人たちは乗っていた人たちのですね、ごく一部でして、残りの人々はですね、急ごしらえのいかだに乗らざるを得なかったんですね。で、このね、描かれているのはそのいかだに乗っている人たちでして、そしてですね、遠くに船の影が見えたことからですね、そこに向かって一部の人たちが、手をね、大きく上げて、振っているっていうね、そういうような状況になります。で、船の影なんですが、本当に小さく描き込まれて、おりまして、ですね、この画面の中だと、ちょうどね、人々の姿がこう三角形の構図になるように描かれているんですが、その頂点ですね、から、右側に視線を移しますと、ちょうどね、肘を曲げている人の肘の下あたりにですね、ポツンと影が見えるんですが、ちょっと拡大してみましょうかね。はい、いかがでしょうかね。海面の、水平線のね、上にちょっと三角形のね、影のようなものがご覧いただけるかと思います。ちょうどこのね、トリミングした図版の中央あたりになります。で、
この事件はですね、相当まあ悲惨なね、壮絶な事件となってしまいまして、生き残ったのはイカダに乗った150名ほどのうちですね、まあ、10人くらいだったというふうに言われています。で、そこの上ではね、殺人があったり、食人がね、あったりしたということなんですが、そしてね、当時政府はですね、この、まあ、軍艦のね、海難事故ですけれども、に関するね、この出来事をですね、隠すということをですね、行ったんですね。で、この事件のことは後に明るみに出るんですが、そのね、内容を知ったジェリコはですね、そのいかだの上の人々の極限の状態っていうものをですね、絵に描こうというふうに考えるんですね。で、そのためにですね、生き残った人々へのインタビューを行ったり、あるいはね、病院に行って病気の人の体の様子をスケッチしたり、皮膚の様子とかですね、あるいは死体の首や足をですね、アトリエに持ち込んで研究をしたりしております。そしてですね、ジェリコーは同時代のロマン主義の画家であるドラクロワとね、仲が良かったんですが、そのね、ドラクロワはこの絵のためのモデルとしても協力をしております。で、この作品がサロンに出品されますとですね、非常に大きな反響がありました。例えば、当時のね、新聞、ル・ジュルネ・デュ・パリはですね、すべての人の目を釘付けにしたというふうに紹介をしています。で、そしてその結果ですね、多くの賞賛、そして酷評を受けることになったんですが、その時のね、主な議論のテーマというのはですね、表現ではなく、その政治色でした。そして例えばですね、ジュール・ミシュレというね、フランスの歴史家がいるんですけれども、彼はですね、このように言っています。このイカダに乗っているものは私たちの社会そのものであると。で、その後のジェリコなんですが、メデューズ号のイカダを発表した翌年のですね、1820年から22年にかけてはイギリスに滞在しております。そこでね、こう大好きな馬に関するものとして競馬とかもね、見たりしまして、それをね、エプソムの競馬というね、作品で、その時の様子を表現したりしております。そしてその後ですね、22年から23年にかけては、精神にね、障害を持つ人を、描く機会がありまして、そこでね、多くの作品を残しております。非常にこれ写実的な表現でして、それぞれのね、人のこう内面の様子というものをですね、こう伺わせるようなですね、非常にこう迫真的な作品となっております。そしてね、残念ながら1824年、落馬事故などが元で若くして亡くなっています。で、その後ね、メデューズ号のイカダ、かなり大きな、ね、作品でしたけれども、どうなったのかと言いますと、それはですね、若き日のジェリコが通い、そこで、過去の作品から多くのものを学んだルーブル美術館に現在収蔵されて、展示されております。この写真で言うと、奥から3枚目のものがそれに当たります。でね、同じ壁にはですね、モデルをしてくれた、ドラクロワの作品もあります。手前から、2点目のね、ものになりますね、はい、ということでした。はい、いかがでしたでしょうか。今回はテオドール・ジェリコについてお話しいたしました。今回もお付き合いいただきありがとうございます。それではまたのご視聴をお待ちしております。